ゼルンフタル鉄道のブフ4、45号機、主番電車庫、1967年ブド2、24号機と並ぶブフ4、45号機、主番電車庫、1967年ゼルンフタル、鉄道ブド4、45から7型電車は、スイス東部のグラールス州の私鉄であった、ゼルンフタル鉄道で使用されていた2等、荷物、合わせ作り電車である。なお、本機は、CFE4。 4型の5から7号機として製造されたものであるが、1956、62年の称号改正により、武道4、4型5から7号機となったものである。スイス東部グラールス州のゼルンフタニ沿いに1000ミリメートル、基幹全長13.8キロメートル路線を持っていた。ゼルンフタル鉄道は、沿線に大きな市害がなく、スレートが算出する以外には、 大きな産業もなかったことから自動車交通の発達などに伴い経営状況は良くなかったため、1905年の開業以来大幅な近代化は行われず、1930年代に至るまで開業以来の二軸三等、荷物合わせ作り電車である CFE2-21 から3型やその増備型の CFE2-24 型、 二軸荷物電車の FE221 型が客車及び貨車を経営する列車で運行されていた。さらに、不況の影響により1930年代には輸送量が減少したため、1940年前後には本鉄道の存続が議論される状況となっていた。しかしながら、1945年に連邦政府とグラールス州による支援により、 ゼルンフタル鉄道を存続することとして近代化がなされることとなり、その一環としてに軸ボギー式の新しい電車3機の導入が決定し、1949年に本校で述べる CFE4、4型5から7号機が導入された。なお、本形式はスイスの鉄道における1956年の 客室等級の1から3等の3段階から1から2等への2段階への統合とこれに伴う、称号改正により、3等室が2等室となって、形式記号も C から B に変更となって形式名がブフ4、4型となり、さらに1962年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、形式名がブド4、4型となっている。 この機体は全長16メートル級の二軸ボギー式産と荷物合わせ作り電車であり、中理費近郊のフォルヒ鉄道が1948年に導入した CFE4-49 から10型をベースに乗降扉を片側3扉から2扉とし荷物室を拡大した機体となっており、ベースとなったフォルヒ鉄道の機体と同じく車体、台車、 機械部分の製造を SWS、主電動機、電気機器の製造は、うん o が担当しており、初期の軽量構造の構成車体に抵抗制御と直流電動機を組み合わせた制御装置を搭載して1時間定角出力 294kW を発揮する。なお、各機体の基盤、製造年、製造所は以下の通り、ありがとうございます。